はい、こんにちは。えー、熱帯植物栽培家の杉山です。どうぞよろしくお願いします。久しぶり。<laughs> さあ、今日なんですけど、やはり、あの、今、夏を越えてきてね、すっごい成長した、か、こ、うん、株もいると思うんですよ。だからこそ今伝えたい、えー、今日のテーマ、こちらじゃん前もやったかもしれない。だけど、ちゃんと伝える。葉を切る理由を解説。傭兵残してるやつね。<laughs> <laughs> はい、えーね、これねもうあのー、ライブでやりながらもライブを見ていただいてる方はもうご存知の通りなんですけど僕基本葉っぱをニスンバチのバシバシ切っていくんですよでやはりなぜこ,こういう風に生育してしまった株ねこれでいいじゃないって思うかもしれないんですけどやはりあの皆さんこれ一番大事なんですけど、えー、と葉っぱを切ることによってどうなるか ということをしっかりと理解していただいてないから細かくいきたいと思いますで葉っぱを、まあ、切りますよ今切りますよ僕切るのね葉っぱ切るの傭兵を残すよ兵っていうのはここの部分ねここを残してバシバシバシってこんな感じで切っちゃうんですよえーっつって思うでしょであとは根っこも出てる根っこはこのように切ってしまうんですよこのように切ってしまいますでこの状態にしちゃうこれなぜかっていうのは やはりこれ以上大きくなってほしくない1つ目そしてギュッとさせたいこれが2つ目この2つの理由なんですよこのまずこれ以上大きくなってほしくないっていうのは結局のところどう,いうどういうことかっていうとこれで見ると分かりやすいかもしれない大体いいこんな感じになっていくとさ光が株元に当たらなくなってくるよね そうするとやはり光が足りないからこそ光をくださいっっ光をくださいっつってあのどんどん伸びてきちゃうんですよ。それが徒長に繋がってきて葉っぱが伸びるっていうことは。 どちらかと言ったら弱くくななっってしまうう薄くなっちゃうんだよね細胞自体が例えばこのぐらいの長さよとこのぐらいの長さ同じ、えー、ターンの時であれば細胞数って基本的には同じらしいんだ、ね、細胞が伸びてるか縮んでるかっていうこの違いらしいのだからそこが風船で膨らましたように薄くなってしまうと例えば寒くなってくると弱くなってしまうでしょだからこそ僕は強くしたいっていうこともあってギュッと小さくさせたいっていうこと例えば 先ほどのの、ね、アアロカシアのクキラータ切って次の葉っぱはやっぱり小さいものが出てくるそして次の葉っぱも小さくなるこれが一番の特徴で何で傭兵を残してるかっていうのもこういうのを見てもらえば分かると思うんだけど傭兵を残してると今これ緑色でしょ自然にこういう風に黄色くなってくるのでこの時にこっちに少しだけ葉っぱが シンバに対して葉っぱの分ではないけどここの養分とここの養分とここの養分がこっちに移行してるんだだから小さくギュッとしたものが出てきてでこれがね最後ねポロって取れるまでこれまだちょっと取れないから取らないけどポロって取れるまではそのままにしてるでねあの大げさなやつがあったから一応持ってきたけど大体このぐらい小さくなる葉っぱがすごいついてたものをバスバスバスって切ってしまって、ね、このぐらい小さくなる だから僕はこのぐらい小さくしたいからこそあえてこういうい葉っぱを切って小さくするっていうのが一つで、もう一つは、ね、あのさっき言った徒長してしまう徒長してしまうっていうのを、えー、伸びたものを切ることによって、えー、光が十分当たりやすいよね,これね、小さく育てたい方のほとんどなんで,あのほとんどなんですけど、えー、とやっぱり場所がない問題があると思うんですよ。 だからあのしっかりと場所を作るためには小さくぎゅっと凝縮させてあげることによってああの葉っぱを切って光を十分当てることによってストレスがで小さくなるでそれで葉っぱの2枚ルールだとか3枚ルールって自分の中でルールを決めてやればいいで切った葉っぱは例えばさあの水の上に浮かべたりしても綺麗じゃんそういうふうに楽しんであげてほしいで、ねあの。やり方として 合ってる合ってないっていうよりもあの一つだけ分かってほしいのは葉っぱを切ることで次の葉っぱが大きくなるってことはまずないですまずないですなのでそこだけは本当にあのこの行為をすることによって葉っぱがなくなるからこそ 光合成がしにくくなるでも株元に光が当たるから小さくなってでもね根っこが今まで通りあるわけでしょだから今まで光合成であの養分を作れてたんだけど作れなくなっちゃうんだけど根っこあるから肉厚な小さくても肉厚な葉っぱになる 小さくても肉厚な葉っぱが何枚も続いて今度は石管が短くなるとギュッとしているでしょで先ほど言った通り細胞が徒長は伸びるけどそれがギュッと縮まったらやはり通常よりも強くなるっていう考え方をするっていうのは一つだと思うし例えば頭をその時にパチンと止めると本来だったら石管が長いから目が1個しか出ないものがここが石管がギュギュギュッと詰まっていると2つとか3つとか分岐する こともありえるんですよだからそういう風にその楽しみ方の一つと思って見てくださいで今ね作業動画として大胆に葉っぱを切っていくのでこんなに切っていいんだっていうのを見てもらいたくて今からやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、こ,んな感じこんな感じで まあもう当たり前だけども葉っぱはどんどん切っていくよね。で何を見せたいかっていうとこうやって葉っぱを切っていくことによって痛そうって思うかもしれない。あのもちろん植物にとってはストレスを感じているかからあの痛いと思うけどそれよりも自分がどう育てたいかっていう未来をちゃんと分かっていて分かってればあのこいつらもあこんなに光があるからちょっとしっかり光もらえたからギュっとした株になろうっていう形。 にはなっていくんですよだからこのようにバスバス切っていく僕はねごめんねあのここまで育ったのに何やってるのって思うかもしれないで基本僕は今こういうふうに植物に対して厳しく育てるやり方が自分にとっては合ってますこれは、えー、と生産者がここまで育てたのになんでここまで切るのって思うかもしれないけど僕はやっぱり ここの石棺が大きく作るのって実はすごく簡単なことで小さく作るっていうことはやはりね難しいんですよ。時間かかるんですよ。例えばこのまま出荷できるよね。簡単に言ったら。このまま出荷全然することはできるんだけど、それよりもこのまま出荷したら一回遅らせてあげて、一回遅らせてあげて出荷することで 葉っぱは一枚かもしれないけど、光が十分当たった、すごくしっかりした株にはなるよね。はい。こんな形でサクンサクン。まあ、これがね、僕の今やってる、ほとんどの作業です。で、うち、はい。あの、皆さんにとって、このやり方が必ずいいかって言われると、あの、僕は、これは好みの問題だと思ってるんで、はい。こんな形かな。はい。さあ。 思いっきり切りましたはいここまで行きましたこれでどう先ほどと比べると全然光浴びてるよねでここからゆっくりまた葉っぱが一枚出てくる葉っぱが出てくるっていうものが ギュッと小さくなって勢いがちょっと弱くなるけどで傭兵の,このえ力を使っていってでえ小さい葉っぱが出てくるで根っこがあるからこそ肉厚な葉っぱが出てくるそうすることによって、まあ、多少を比べたら比較栽培をしたらこっちの方が強く健全なもの健全って言ったら失礼だけどトレーニングしたものがあのこっちの感じかなってなる。でえー、と場所がない人 こういった育て方っていうのもやってみてください。あの、植物の育て方に正しいっていうのはないです。これはあくまでも小さくギュッとしたものを育てたい。そういう方向けのものになります。なので、初めての人でいきなりこれやるのは、まあ、あのもったいない、かわいそうって思う人もいるかもしれない。だけど、このやり方もある。なぜか、やっぱこういうのを見せないと。アロカシアやったでしょ。アロカシアで胴切りしたやつ。ね。 こんな風になってさこんな可愛くなったらさめちゃめちゃ良くないもうすごい可愛くなったじゃんね、こんなアロカシアいいよねでもここを今切っちゃうこっちもそうこんなにでっかくでっかい葉っぱがあってね、新しい葉っぱ小さくなったんだけど今ここで切っちゃうこうすることによってさらに小さくなるけどなんか不格好で可愛らしいやつを自分なりの姿に作っていく こういうのが僕はあの園芸の一つの楽しみだと思う。場所が限られてるからこそ、えー、ほとんどの人がこういう作業をしていて大きくすることも一つだけど、このように小さくして小さい鉢のままで管理できる。これも園芸の楽しみ方だと思うので、ぜひね、あ、面白いと思った人、えー、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あのー、本当にね、 今からあのまだ今の時期だったらあの夏が終わって今から秋でしょちょうどいい時期ですバババンと切ったら葉っぱ12枚になるだけどその時に液体肥料も与えれる置き声ももうそろそろ入れていいその時にギュッとしたものが出てくるからそれで冬を迎えるっていうのを一つの手だと思いますはいというわけで今日はこの辺で一旦失礼しますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたやりすぎ <laughs> <laughs> でもさこれ見るといいよね Wow.